磨くよりまず慣れる。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。つかまり立ちができるようになった9ヶ月のサラちゃん、ママによじ登ることが最近のお気に入りだそうです。今回さゆりママからこんな質問をいただきました。歯が2本生えてきました。歯磨きはいつから始めたらいいですか？お答えするのは福岡市にある二月子ども歯科の二月正人院長です。上の前歯が4本生え揃う頃が歯ブラシを始める目安です。口の中は敏感なので、それ以前の年齢ではガーゼやゴム状の乳児用歯ブラシの使用でも良いでしょう。食事や授乳後にお茶やお水を飲ませてあげるのも虫歯予防になります。慣れてきたら歯ブラシを使ってケアしていきましょう。乳歯が全部生え揃う2歳半ばぐらいまでは上の前歯を中心に磨いてあげましょう。前歯に隙間がない場合は時々フロスをするのも重要です。早めに歯ブラシやフロスの感触に慣れて習慣づけられるといいですね。歯科検診はいつから行ったらいいですか？歯科検診はいろいろなものを食べ始めたり虫歯菌の感染が始まる1歳半ぐらいを目安に受けることをお勧めします。検診では虫歯のチェックだけでなく歯の生え方や歯並びを見たり、ブラッシング指導や指しゃぶりなどの心配事にもお答えします。どうせ永久歯に生え変わるからと虫歯を放置してしまうと、お子さんが痛い思いをしたり永久歯の生え方にも問題が出てくる可能性があります。お口の中が健康に発育するように虫歯がなくても定期検診を受けましょうね。虫歯にならないように歯磨き頑張りたいと思います。頑張らねーねー。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。